はいどうもこんにちは、秋藤です。前回前々回とひたすらブランチマイニングをしてたんだけど、やっぱ石炭が集まんないんで、ちょっとそろそろ他のことがしたいなと思って、で今右手に持ってるマップっすね。現在地が今ここか、ここなんだけど、このマップ埋めたいなと思って、あとこの辺とかね。いやでもどうだろう、こっち側も埋めたいしな。いやでもとりあえずこっち側埋めたいから、こっち側に旅立とうと思います。お馬さんでかけれるかな、お馬さんがいるかな。お、夜になるね。まあちょっと移動にね時間がかかっちゃうんで、そこはスキップするけども、よし、またメサの方の村に移動です。行ってきます。じゃあスキップしましょう。はい、スキップしてきました。実際スキップはしないんだけどね。とりあえずサトウキビ回収しとこう。この村を拠点としてめっちゃ繁栄させたいんだけどね、まだちょっと資材が足りないせいで開拓しきれてないね。また詰まってんのか。ゴーレムさんここハマりがちなんよな。ここをなしにしよう。ベッドは俺のだ。現在地こんな感じなんだけど、どうしようかな。まだギリ左に持ってるマップにカーソルがありますね。こっからねレール敷けてないんだけど、道は隣の村まで敷けてんだよね。そっちに確かお馬さんいたはずだから、ちょっとそっち行こうか。あ、待って、ちょっと余計なものとかは置いていこう。防具鍛冶さん、全然取引はかどってないんだけど、まあそこは仕方ない。徐々に、エメラルドも、いやいや今はいいかな。ちょっとこの村でも司書さんを増やしたいな。司書さん増やすには紙と本、あ、違う、紙と革がね、まあいいや。本あるじゃん。本と本棚だっけ。なんかまがましがしいのがある。調律されたスカルクセンサー、初見台、あ、ハーフブロックがいるのね。ハーフブロックあります。初見台、本はいらんかったや。どこにしよっかな。
し、ここで司書さん誕生してもらって、俺この上にさ、ああもう作ってあったよ。ダイヤ装備、あとこのチェストプレート、チェストプレートを作るの8、ダイヤがあと4つ欲しいね。まあでもないもんは今は仕方ない。もうすっかりね、冬季うつの影響が出てて、ほんと頭回ってないんよ。あ、マイクラってこんなに、あの、しんどいっつうか、こんな頭使うっけっていうぐらい、脳みそがね、なんか、しんどいよっていうサインを送ってくる。楽しいのは楽しいんだけどね。うわぁ、なんかすげぇ階段。ほぼ柱。で、まあ、これが公開されるのは多分12月ぐらいかな。だろうけど、で、今、まだ11月なんで、俺にしてはストックが溜まってない方なんよね。いつも3ヶ月分ぐらいストック作ってたりするから、だから、まあ、ちょっとでも余裕のある隙を見てこの秋倉を取りだめたい。今度は下りだ。そこの穴よさげだな。いやでも今回は地図目がしたいから、いやこれ線路引くの大変だろうな。階段線路引くの結構怖いんよね、落下死が。お、見えてきた。割とこのマップの際にあるよね、村って。なんで？よし、いた、お馬さん。お、ラクダもおる。ラクダもおるな。ラクダやっぱ、ジャンプ力的に、心もとないからお馬さんにしよう。懐いていない、懐いてくれ。お、懐いた。ラクダもそこを入りたいの？内側からかな。この辺サバンナだね。
さあ、いい感じに掘れそうな穴があるかな。あ、でもこう警告になってる。でもそこまで深くないな。ああ、白紙の地図持ってくればよかった。万が一村を見つけてしまった時のために。お、石炭発見。俺は掘ろう。よし。あれ、大間さんどこ行った？大間さん。めっちゃ移動してる。お待たせ。このまんま北に向かってまっすぐ行きますかね。豚がいっぱいいるな。おお、なんか建造物が村じゃん。村を見っけてしまった。え、地図屋さんいる？あ、エメラルド置いてきたわ。地図屋さんはいるね。エメラルド欲しいな。あ、ちゃんと馬屋がある。じゃあちょっとここにいててもらって。なんか鍛冶屋さんとか。エメラルド置いてきたのマジで心配じゃねえや、失敗だったな。お、エメラルドゲット。でも4じゃ足りないんよ。他にないか。あ、ここお肉屋さんね。お肉屋さんと取引。あー、豚肉欲してないか。豚肉道中いっぱいいたから。あと頼みの綱はあれかな、農民さんがこの小麦を欲しがってくれるタイプの農民さんだったら。農民さんいるかな。あ、でもあるね、職業台がある。あ、鍛冶屋さんもいるっぽいな。いや全然開けさせてくんねえんだけど。お、そして今就職ですか。おめでとうございます。ダメだ、石炭を欲しがってほしい。よしよし。これで白紙のチーズ作れるんじゃねえの。 あと額縁も必要だから、ここにいる牛を買ってしまおう。待て待て、農民さん発見。
小麦欲しがってくれるタイプの農民さんだ。よし、これで集会所どこ？集会所どこよ。まあいいや。額縁、とりあえずこの1枚があれば。なんかモンスターの声がするな。近くに洞窟あるかな。つかこの下か。地図屋さんはどこ？こっちか。よし、白紙の地図ゲット。この下掘りに行けそうだね。とりあえずこれをコピーして、よいしょ、これでよし。うわー、水辺か。ロープ持ってきてねえなー。ロープ持ってきてないから、押せ押せ、お馬さんを押します。あ、沈むまで微妙に進めるな。いけるな。足場までもうちょっと。よし、いけた。やっぱ森の中は進みにくい。ぶつかっちゃうんだもんな。ああ、そしてもう普通に海。俺はあれだな、ちょっと乗り捨てていくか。つうか、この埋まってないところ、この虫食い部分を埋めて、いやちょっとここに置いていこう。よいしょ。じゃあ、ここまでありがとう。俺は旅立ちます。なんか、いい感じに穴がいっぱいあるぞ。全部つながってそうだけど。お、鉄発見。この虫食いを埋めたところで今日多分終わり。いや、まだいけるか。
ここは渓谷。お、石炭発見。貴重な資源なんでね。よし。で、降りたはいいけど、どっから上がるよ。上がる場所がない。お、こっから上がれるぞ。あ、別の馬さんいるから、別の馬さんをここでジャックしよう。いや、もう村見えてるからいいか。あ、ロバもいる。旅立つ時に毎回白紙の地図忘れるよね。鶏いっぱいいるな。あー、眠てえ。お馬さん、ここにも結構いるね。あ、そういやベッド持ってないわ。羊買っとこ。鶏ばっかり。やばい、日が暮れてしまう。引き返そう。あ、羊もう一匹見っけ。あと一匹欲しい。あ、夜になってしまった。いや、黒い羊はお呼びじゃないんよ。白い羊が。あ、でも村が見えるぞ。とりあえず村まで逃げ込んで、村人まだ起きて屋根の上で何してんの。はぁ、あ、じゃなくてさ。羊毛があと一個足りない。その辺に羊いないかな。見当たらんから。まあ、あ、おった。ナイス羊。よし。スケさんおるやん。
クリーパー。クリーパーの音だ、今のは。やばい。入っていく？マジで入るの？よっしゃ。火薬ゲット。で、この村、やばいな。あの上にも家があるもんな。整地するときになかったことにする村、村じゃない、家かな。家畜がいっぱい。とりあえずベッド作っとこう。あ、船も作ればよかったかな。まあいいや。とりあえずこのまんま北にまっすぐ、まっすぐ行きたいです。割とね、このアキクラ2、村の数が多い気がするんだよね。村の生成が増えた。一つのマップに4つとか村あったりするから、なんかすげえ多いと思うんだよね。よっしゃ、ボートはないが泳ごう。ひたすらまっすぐ泳ぎます。いやー、もう外めっちゃ寒いしさ、11月入ってから突然に寒くなったんだよね。つか、まあ伊豆のターンを挟んで、なんだろうな、寝て起きたらめちゃくちゃ寒くなってるみたいな。今年の温度変化急激だったっぽいから、冬服がね、ないんすよ。いや、多少あるんだけど、あんまりこう、あったかい服装っていうのを、多分ね、引っ越しの時に処分しちゃったんだよね。また買えばいいや、つって、なんか古いやつとか結構処分しちゃったから、買わなきゃいけない。もう買いに行くにも寒すぎて出かけたくないんよな。ダウンとか欲しいね。この配信、この動画が上がってる頃にはちゃんと服装、あったかい服装が一通り揃えられてるといいんだけど。またサバンナ地帯かな。サバンナは特に何にもなさそうかな。見える範囲では特に何にもなさげ。俺、泳ぐよりボートの方が早いんだっけ。泳ぎでも十分早い気がするけど。
なんか山になってるな。あ、お馬さんいる。お馬さんいるからちょっとここらでお馬さんを仲間にしよう。HP 少な、体力ちょっと少なすぎるな。こっちは、あ、こっちの方がまだある。早く懐いてくれ。めっちゃ拒否られる。ついてくれ。よし、行くぞ。馬、山登りだ。お、こいつちゃんと体力もあるしジャンプ力もある。うーわ、出た村。さんが、あ、ちっちゃいの生まれてる。ちっちゃいのいるね。どうしよう。地図屋さんいない、いないっぽいな。ちょっと馬さん、うわ、マジでリード持ってくるべきだった。失敗。お馬さんちょっとここいててもらって、めっちゃ腹鳴った。腹減ったな。どうしよう。地図屋さん、サトウキビ畑が必要。サトウキビ畑じゃなくてもいいや。サトウキビどっか植わってない？うお、準備が悪い。水辺。紙持ってないもんな。サトウキビないぞ。仕方ない。羊で、毛皮で旗作るか。どっかに羊いないかな。あと、あ、馬はそこにいるのね。オッケー。ちょっと俺も一回寝とくか。あ、まだ夜じゃない。夜じゃないと言われてももう日が暮れてるから。いやー、白紙の地図欲しかったな。お馬さんどこ？いた。
辻いるね。大丈夫？そこ、降りてくの？そこそこ深いぞ。集合場所どこだっけ？ここか。集合場所に一旦作業台を置こう。で、旗っていくついる？6か。待って、お馬さんどこ行った？あ、いたいた、よかった。ちょっとこの辺でヤギ狩りがしたいんだけど。それがこのマップの隅っこにいるっていうことだけを頭に入れて、ちょっとお馬さんここで待機にしようか。この端っこに村があるっていうのを忘れないようにして曲がるかな。もうちょい北の隅っこが、隅っこ埋めたい。隅っこ埋めたいけど断崖絶壁。お、埋まった？埋まったっぽいな。よっしゃ。じゃあちょっと引き返して、この穴は石炭ありますか？ありますね。石炭めっちゃいっぱいあるやん。よし。まだある。これで1スタックぐらい回収できたんじゃね？1スタック、2スタック。よし。
お、雨が降っている。進みたいのはこっち。陸地に。あ、ジャングルとかある。ジャングルなぁ。パンダいると嬉しいんだけど、ジャングル自体進みにくくて、あんま好きか嫌いかで言ったらちょっと微妙なとこなんよな。苦手。お、こんなとこにも石炭が。はい、とかやってる間に時間が来ちゃってますね。よし、まあ、このまんま引き続きマップ埋めをしていこうと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。